デビッド・サパートンはアメリカのピアニスト。本名はデビッド・サピール・スタイン。ピッツバーグの医師の家に生まれた。テノール歌手だった祖父に6歳の頃から音楽の手ほどきを受け、8歳の時にレオポルド・コドフスキーに見出されて、オーギュスト・スパナスに指示することとなった。また、フェルチョブ・ゾーニのマスター・クラスに参加し、ラファエル・ジョセフィのレッスンも受けた。 15歳の時にカーネギーホールでフレデリック・ショパンのピアノ競争曲を弾いてデビューを果たしたがその後もドイツに渡ったスパナスの下で研さんに励み1908年にはベルリンでジェラルディン・ファーラーとジョイントリサイタルを開いて好評を博した1912年にアメリカに戻り1918年までコンサートピアニストとして活動したその後は表だった 演奏活動を行わなくなる。1924年に、コドフスキーの娘で、無声映画スターのダグマールと結婚してからは、岐阜の作品研究に没頭した。その後、ヨゼフ・ホフマンと共に、カーティス音楽院でピアノを教えたが、1938年に、ホフマンが音楽院の校長職を解かれるとともに、解雇されている。その後は、 個人でピアノ教師として活動した。文下には、ホルヘ・ボレット、ジュリアス・カッチェン、シューラ・チェルカスキー、アビー・サイモンらがいる。1970年7月5日に、ボルティモアにて他界した。サパートン、デビット、ファクツ・オーンスは、ファイルヒストリー、デートベースセンター、インフォー・ブイス・ラーニング。2013年12月14日、閲覧。 デビット・サパートン・ディスクックス・ハット・サパートン・デビット・1889から1970ファクツ・オーンスはファイル・ヒストリー・デートベース・センター・ザ・ライブラリー・オブ・コングレス2013年12月14日閲覧ありがとうございます